私とは真逆でさ、私直接の知り合いにはできないんだよ。え、何緊張すんの？いや、じゃなくてね、プライベートを知ってる人には私指導できないの、一切。いや、で、一切できないっていうのは 何か強く言えないとか、何が、ね、友達でいられなくなるのよ。あの、お互いにそうだけど、やっぱりなんだろうな、私その仕事となるとめちゃめちゃこう、なんだろうな、私さ、すごい入り込むマンツーマンレッスンだから、うん、なんかね、泣いちゃうとか言ってたもんね。そう、お客さん、生徒さん、泣いちゃうしさ、なんか、なんかのことじゃなくて、その自分の今までの人生を思い出して、なんか、とか、結構深いんだよね。っ、うん、なると、なんか、なんだろうな、なんだろうな、なんか、マンツーマンレッスンとかで、なんか、例えば一緒にご飯とか行けなくなっちゃう、相手が気にし、私は気にしないんだけど、相手が、友達は気にする。あ、これダメだよねとか言われると、いや、ダメじゃないけどみたいな感じになっちゃうから、私は逆なんだよね。あ、でもそんな直接の友達とかじゃなくて、友達とかの知り合いとか。ああ、それぐらいだったら全然いいな、ね、あ、そうなんだ。え、じゃあでも私もそうだね、今最近はもう全然だからさ、やっぱマンツーマンレッスンよりも本書いたりとか、うん、いや、どこに住んでんの私さ、今、あ、今これ言っていいんかね東京におるんよ。あ、そうなの。そうなん、引っ越してきたよ。そうそうそう、なんかさ、実家、なんか出産の時実家だったりだとか、なんかね、香港いたりとかしてた。せいでさ、もうさ、24回引っ越してるんよ。すごいよね。自分がどこにいるかわからん。だって香港とか今入れないもんね。そうなんよ、もう悲しい。だから、あの、ただね、香港はね、みんなからね、行く時に太る太るって言われてたのよ。うん、全然歩くから太らなかった、あそこの街は。ここはね。うん、けどね、妊娠はやばい。まあ、あれはホルモンがあるから。よくよくすごい。あとコロナも、やっぱり家に行ってさ、外に、私ウォーキングがすごい好きだったから、運動がウォーキングでダイエットしてたから、できなくて。え、どういうふうに言います？え、でもさ、あの、逆に国だって運動不足解消のために外歩くのはいいですよっていう風にもう言い出してたから、最初の方は本当にもう4月の頭ぐらいは見えない敵すぎて外出るのも怖いっていう状況だったのはあるけど、もう緊急事態宣言の時に安倍首相だってなんかウォーキングとかランニングとか散歩とかは積極的にしてくださいって言ってたから、で、どんどんこのどちらかというと外で、屋外で、あの、本当にソーシャルディスタンスさえ守ってれば、うん、マスクとかもしなくても別に、あの、全然感染のリスクはないから、まあ、みんな安全のためにね、あの、マスクはするだろうけども、うん、それぐらい屋外で動くっていうのはむしろした方がいいことだから、僕はまあ、積極的にもう外に出て、とにかく歩数を稼げと。私もそう。だからやっと今ね、その、外出ていいよみたいなのになってから歩き始めたんやけど、もうね、やっぱりね、家にさ、ずっといるのもしんどいよね。いや、もう圧倒的に立っている時間が少なすぎるから、うん、歩数でまあ目安になるけど、もう座ってるっていうことでかなりね、筋力が弱ってしまうから、ほんと家の中だと1000歩行かないよね、みんな。行かない。うん。いや、ほんと、あのさ、知ってる中国の方でさ、家の中でさ、100キロマラソン達成した人がいるよ。それはトレッドミルとかじゃなくて。そう。家の中をこううろうろして、やばいよね、すごいよね。あ、そう、家が広いんじゃないの、それは。え、家が広いんじゃないの、マンションらしいよ。よね、世にはすごい人いるなと思って。うん、なんかトレイルランやってるお客さんとかなんかが、非常階段登ったり降りたりしてたって。あ、それいいかも。私も今休みやってる。いや、でも人に会ったりとかするでしょ。あ、それが、うちはたまたまそのマンションが誰も階段使ってなくて、うん、なんとか、でもね、階段を5回ぐらい上り下りしたら、もう筋肉痛になったよね。うん、もうね、久しぶりすぎて、多分その、やっぱ自粛期間中これだけ運動してないんだなっていうのが分かったけどね。うん、どう、お食事は、ご飯はどうですか？食事はでも、前から付き合いで外食とかが多かったのが全くなくなって、そうだよね。でも、その、デリバリーとか、うん、うん、とかも利用するし、ただ家でも作る機会も増えたかなっていう感じで、うん。Uber Eats、ありがたいよね。デリバリー。うん、やっぱお店を応援しないと、マジで飲食店やばいと思って。そうだよね、ほんとそうよ。ほんとにそうよね。今までそのさ、当たり前だったものがさ、そうそうそう。ね、飲食店、あ、飲食店のデリバリーもやって、家でも食べて、で、太らない？
俺は基本的に痩せる。私さ、妊娠中にあのやっぱ家から出られなくて、夫も香港に行って、私一人だ、うん、東京で一人だったから、うん、あのウーバーイッツっていうか、まあまあ、デリバリー頼みまくってたら、うん、なんかさハンバーガーとかすっごいいっぱい食べてさ、反応がすごい。だってさ頼まなきゃ来ないわけじゃん。そう、意味わかんないよね。いや、クレープ家にどうしてもあるならわかるけど、うん、あのね、マックスピザ4枚食べた。入るよ、ね、かんない、なんで入るんだろうと思って。うん、でもね、それを今ね、あのこの本も書いたけど、胃を小さくしております。ね、なんか俺の場合はもうピザとかをもう今日は奮発して L サイズ食べちゃおうみたいな感じでL サイズ一人で食べたら、もう最後の 2,3 枚、うわマジで L 無理だったわってなって、でしかもその後もう丸一日何も食べれなくなっちゃう。マジで。もう下手したら次の日も響くから、ピザってやっぱチーズで脂質が多いから、もうずっと残っちゃって、次の日の朝ももう全然食べれないみたいになっちゃうから、余計バランス崩れるから、だからあ、もう次から M にしようってなっちゃう。それは素晴らしい。確かにさ、その体がさ健康だったらさ、なんだろうな、あの食べられないし、次の日に響くと思ったら食べないよね、きっと。もう響いちゃう、本当にすぐに。いや、私もですね、あの妊娠前ですね、はね、そういった一回ね、十何年かけてね、その体質に持ってったんですよ。うん、崩れるよ一瞬で。まあね、やだってそういう状態でしょ、妊娠っていうのは。ね、恐ろしいよね。うん、でもそこから出産して、なんかさ、授乳とかいろいろ猫背になる機会が増えてさ、うん、そしたら腹筋が弱るんですよ。あれでも産後でなんかやっぱり赤ちゃん抱えたりとか活動量も増えたりとか、やっぱり授乳とかなんかですごいね、どんどん取られていくとかっていうけど、なんかね、でも授乳ってね、うん、あれ絶対、私ねちょうどね新しい本に書いたけど、めちゃくちゃトラップで、あれ体型書いてあった、見た、そう、授乳トラップって。あれね、もうね、あの体、やっぱりさ、350キロカロリーぐらいって授乳で減るから、それぐらいお菓子食べても全然太んないのよ。調子に乗るんですよ。いや、それは多分A 子の才能だと。それで時間がないとか、なんか極端だと思う。それでその授乳ですごい痩せちゃいすぎちゃう人、だからもうおっぱいが全然出なくなる人とかっていう風にいるぐらいなのに、逆に食欲が増すわけでしょ。いいやって思っちゃう。それで、なんかね、そういうことをやってる、あとね、やっぱね、時間がなくて、自分のご飯を作る時間とかがないから、立ち食いしちゃったりとかで、うん、なんかね、もうリズムがもう、その前みたいにこう自分のために時間を使うことができなくなってしまって、うん、だから今ね、めちゃくちゃホットクックとか家電をもうめちゃくちゃ入れて、その野菜スープの作り置きしたりとか、で、なんとか栄養バランスって感じかな、今。なんか多分今回のコロナとかもそうだけど、そのやっぱ環境がゴロって変わった時に、最初その本人のその本性というか本質が出てきて、でそこからの修正能力を試されるよね。いや本当今素晴らしいこと言った。もう本当それ、いやそうなのよ、うん、修正がねどっかで聞かせないと、うん、あとね、あと環境適応しないといけないよね。変わるわけでもないもんね。だから本当にコロナでも本当に二極化してて、コロナ太りする人もいれば、コロナでもうパーソナル通ってたお客さんがコロナ禍の方が健康になったっていうのよ。私もそっちに行こう。そのテレワークになって自分の時間と仕事の時間がすごい分けられるので、通勤時間とか人付き合いとかがなくなって、仕事時間がギュッて圧縮されて自由な時間が増えたんだ。だから今まで運動する時間を捻出しなきゃいけなかったのが自分で作れるようになったから、計画的に運動ができるのと、あとこれじゃやばいって自分で思ってすぐに運動するようになって、なんか私パーソナル変えてた時よりもいいんですよね調子が、みたいな。あ、素敵。いいっていう人がいるのと、やっぱりダラダラしちゃうっていう人と、うん、そう、この2ヶ月ですごい変わるよね。本当に たった2ヶ月なのにね。うん、言うたらたった2ヶ月なんだけど、それで結構後々の人生まで変わってしまうぐらいの生活習慣が、ね、いい風に変わる人もいれば逆に変わる人もいるから。そうそう、ね、絆